こいつはテオハリム様か。やはりお前だったか、ケルザルク。知っていたのか。例の手紙の筆跡に見覚えがあってね。わざわざこんな場所まで私をあざけりに来たので、それともやはり処刑する気になったと。だとしたら何とする。あなたにそんな資格はない。スルドの責務を放棄し、アマツザイ一式どもとの慣れ合いを選んだあなたには、なぜだ、なぜそれだけの力がありながらあなたはスルドブリガに背を向けたのだ。まだそんなこと。一度は逃げた、だが今は選んだ。スルドブリガは私の道ではなかった。お前を巻き込むことになったのは申し訳なく思う。だが後悔はしていない。聞け、ケルザレク。人は変わることができる。種族によらず、その性根は変えることができる。有能なお前のことだ。その気になれば大いに人々の助けになれる。私は、いや、ダメだ。私にはできない。死が私を追いかけてくる。どこまでも。何？あれはアウメダラの。あいつまで生きてたのかよ。獣ほど厄介なものはない。もう飼い主もいねえっすな。野放しするわけにはいかない。私も。
これからも。フリーズランド。決めば。氷の槍よ。渡せたら音取れば。氷。
せたまえ。エッショが。エッショ。わかる。逃げるぞ。私の精霊に落ちて。死の力を呼び戻す。サンダーブレード。ハンサンダー。やったぞ。はあ、我々と共に来るか。どこか適当な場所まで乗せてやってもいい。どこへ？どこへ行けばあれから逃れられる？何を言ってるんだ。さっきの化け物ならもう。違う。死は滅びたりしない。死は至る所にある。今も私の周りにいて私を責める。銀色の死が数知れない顔と声が絶え間なく私を呪う。私に付きまとうな。放っておいてくれ。一人にしてくれ。どうしちまったんだあいつ。どうやら我々は思い違いをしていたらしい。銀色の死と言ってたわね。ひょっとしてウィスキントで彼が虚水に変えた人たちのこと。あの男はアウメドラにそそのかされてそれをやった。おそらく心の奥底には罪の意識があったに違いない。それでもアウメドラがいた時は彼女のせいにできた。だがアウメドラ亡き後、この孤島で彼は己の所業に一人で向き合わなくてはならなくなった。でも彼の心はそれに耐えられるほど強くはなかった。その結果があれか。自業自得って気もするけどな。アウメドラの怪物は
関係なかったんだね。あの男もレナ人でありながらダナ人への非道を悔いていたってことか。悲しいな。でもあいつあのまま放っておいていいの？彼はもう自分自身で罰を与えたようだ。多分私たちができる以上の罰を。ティオハリム、君たちと出会っていなかったら、いやその後こうして旅を共にしていなかったら、あるいはあれは私の姿だったかもしれない。それでも私たちは現に共にいます。偶然からではなく、あなた自身が選んだ結果として。そうか、そうだったな。フードマン、お友達がいるの？これでみんなの力になれるかな。うん、うん。